こんにちは、今週の J リーグ、気になってる3試合紹介していきたいと思います。まず1試合目はこちら、浦和レッズ対ジュビロ磐田ですね。まあ、この対戦が、中田以上になるんじゃないかなと思ってます。まあ、磐田も浦和も前回負けてるんで、今回どちらが勝つか注目の一戦になってくるんじゃないかなと思ってますね。はい、続いての試合はこちら、鹿島対福岡ですね。鹿島は前節負けて監督が変わったので、非常にどこまで変わるのか楽しみな一戦で、福岡は前節なかったので、今週は得意の守備力を発揮して勝てるかどうか注目ですね。次は J2 ですね。仙台対大宮ですね。前節ともに勝っていて、いい勝負になるんじゃないかなと思ってます。仙台は攻撃力を誇っているので、大宮はそれをカバーできるか、そして大宮は得点ができれば勝てるんじゃないかなと思ってます。仙台のフォワードも強力なので、はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。100人まであと7人なので、チャンネル登録、高評価お願いします。ということで今回はこれで終わりたいと思います。じゃあね、バイバイ。